very bright. So we're on our way to the Yamaichi lumber yard, which is a lumber yard that we found in the local area that we're in right now in Kagawa. And I just found it very interesting when I went here last time. They have a lot of live edge slab wood that you can buy, but they also have like a cafe. They have workshops that they provide. It's just a really interesting place, and I wanted to show everybody. So we're pulling up to the lumber yard now. You'll see coming up on the left side, there's this this place where they air dry the wood. We'll check this out later. This is their brand name, it's Kitokuras, which means living with wood. And this is the Yamaichi Mokuzai right here, which is a lumber yard. Ohayou gozaimasu. Konnichiwa. Konnichiwa. Gerato desu. Yoroshiku onegaishimasu. Kochakasa, yoroshiku onegaishimasu. Konnichiwa. This right here is Kumagai-san's first, I guess, prototype, but it uses electric power to actually dry the wood. He only uses this in emergencies now because he doesn't like using electric power. He uses more solar power now. この上にヒーターがあって、で、これで、あの、温度を管理するわけですね。で、温度管理して、で、材料は、あの、これに乗せて。まあこれでやってたんですけれども、まあ、電気エネルギーがいるということと、一つはある日夏の時にね、お得意さんがやってきて、気候の挨拶で今日暑いですねって言っててたら、そのお客さんが何言うとんねん、うちもっと暑いって言うんで、お前のとこなんで暑いんかのって聞いてたら、いや、うちはハウスやってる、おお、そっか、ハウスは暑いよなっていうことで、ハウスの中は50度から55度が取れるって聞いたので、あ、これだって僕思って。ですぐその農家の人についていって、でこれがこうなってるのかって、この温度も実際見せてもらって、あ、すごい。そしたらその農家の方、親切な方で、ビニール買うんやったらどこ行ったらええ、何くするんだったらどうしたらええっていろいろ教えてくれたんですけど、でそれで思いついてですね、今から行く乾燥場へちょっと行ってみましょう。 So this tree right here is from Canada. It's Douglas fir. They're massive. They're huge. I wonder how much that costs.No metal. まあまあこういうふうに入れて、不安でかき回して、で、今あのここは今外と中と温度あんまり変わらない。ほんで冬はね、あのどういうことかっていうと、太陽光がもう入ってくる。それから壁からも入ってくる。温度があったらね、メガネがもうすぐ曇るぐらいになるんですね。でそうやって、でこの壁がその。湿気たやつを吸っていく。でこの間にも同じようにあの断熱材が入ってて、でそれを通してこの外へ抜けていくという、この木の消失作用っていうのは何べんも言うけども、これは本当にすごいもんだなという気がします。のじ板って言って、屋根の材を受けるものがある。そののじ板が今設計をなさる方も含めてですね、構造用合板っていうものがのじ板だって考えてる人がもう大半だと思うんですね。今いろんな、うちはプレカットやってるので、いろんな設計図書が回ってくるんですが、その設計図書の中で、のじ板が杉板って書いてるのはもうまれですね。ほとんどが針葉樹合板って書いてるんですよ。だけど針葉樹合板はね、消失作用は僕ないと思うんです。あの木と木の、の、あの、どなんていうか、間に接着剤が入ってるもんですから、この1枚は調子さやがって吸うんですが、この糊があるばっかりにこの子がいっぱい吸っても、もうこれ以上は吸えないよいうところまで行きます。
そうするとこの糊があるがためにこいつが飽和状態になって、結露する。で結露するとそれがカビる。カビるから腐る。だからこれはもうみんなに意識を変えて、野地板は杉にする、杉にするっていうのをやってくれるとね、これ全然世の中変わるんじゃないかなって思いますね。ここにクラックが入るんですね、yeah. ここにクラックが、高温乾燥の KD っていうことになると内部割れでです、インサイド、こっちが割れるんですね。この材を2つに割ったらこう割れるんですね。でそんなにね、自然な感じでこういうふうになる。ところが KD 材って人工乾燥しているやつをこれ2つに割るとね、こう曲がるんですね。でそれもね、なんかちょっと元に戻らないような曲がり方するんです。ということはなんかいろんなあの力関係が加わってて、僕はあまり良くないことが起きてるんじゃないかなっていうふうに察してるんですけどね。ほんで日本には昔はね、こういう材は一個もなかった。全部背割りっていうのが入ってた、背割り。これは何かっていったら、この割れを4面に入るのを1面に吸収させて、これがこういうふうにしてたんです。ところがいつの頃からでしょう、新持ち材にこの背割りをやめた。背割りを入れたらこう開くじゃない。でこう開くんだけど、含水率が仮に 20% あって使ったとしたら、それは気管状態とかそういうのがあって 18% とか乾いていくわけですね。で乾くとまた開くんですね。開きは止まらないです。開くんだけど、極端に言うと開いたり狭まったり、開いたり狭まったりしもって開いていく。で開くとここへプラスターボードを打ったとしたら、これ押すわけです、押すからここで切れるんです、でクロスが切れたっていうんで、背割りっていうのはもうダメだなっていうことで世の中から消えてしまったんです。この乾燥システムって何かって言ったら、実はこれ乾燥どうやろうかなって考えてた時に、高知県でナスビの促成栽培やってる乾燥機があるって聞いたんですね。でそれはどういうことやってると、ナスビの促成栽培でハウスが一旦やけん結構広いわね、それを賄うだけの熱量があるっていうのがあるって聞いたので、どうどんなのってさ、これだったんですね。これはあのうちにこっちに、これが何かって言ったら、あのうちらから出たら木材の端材です。これプレカットでやった端材がこういうのが出るんですね。こういうオチが出る。これを燃料にしようということで、こういうここからこういうふうに燃料をこうやって投入して、でもこれ大型いっぱいになったんですね。でこれをここまで入った。だから結構入ってるよね。これでね、これでどういう風になってるかって言ったら、ここで燃焼させて、ほんでここからこの外側、燃焼した筒の外側に空気を送って、ほんでこの空気を回しながらあそこのダクトに通して向こうへ送るようになってる。で最初はね、なんて言うんだろう、水を沸騰させて、その水を循環させて、でラジエーターをその各所置いて不安で回して温度を取ろうと思ったんですよ。だけど水は100度しかならないって思って、100度で循環していきよったらだいぶ熱損失があるから、そんなに大きな熱が来んのじゃないかな。でその夏日の促成栽培っていうのを聞いて、これは熱風をそのまま送るので、まあ一挙るうちに、温度は少し下がるけれども、まあ熱効率がいいかなと思って、まあ、これやったんですけどね。でこれをちょっと動かしてみましょう。これで今足元でちょっと燃えるようにバーナーで火を送ってる。で今23度。本当はなんていうんだか、新聞紙かなんかで焚き付けたらいいんだけど、マッシブなもんだから燃えない。で今これは灯油なんだけど、灯油で焚き付けだけその灯油使って、だからある程度これが油の電子面だから今油がいってるのね。もうちょっとしたらもう止めて
空気だけで燃えていくと思う。So it's blowing warm air. It smells like a barbecue in here, but it's blowing warm air right now. It's really cool. Not cool temperature, it's a really cool device. But... And he's got this thing going up and over. So you got some from the top, some from the bottom, and it goes down that way. You can see how long it is.